はいみなさん、こんにちは、こんばんは。ここみチャンネルの師匠が今日は GPT-4 国家医学試験合格をお送りいたします。よろしくお願いいたします。GTP の4ですねあの。チャット g p t よりも優秀だと言われている GPT-4 が、まあ、日本語のねあの、医師の国家試験というのはあるじゃないですか。毎年行われているね。 まあ、それをやらせたらしいんですよ。そしたら合格点に達したというニュースが流れています。これはですね、アメリカオープン社、オープン AI 社が開発したですね、最新版の人工知能 AI。その AI に日本の医師国家試験を解かせたところ、合格ラインを見事に超えたと。これはですね、もう本当にものすごいことなんですよ。 あの、ちょっとわかりにくいんですけど、まあ一応 AI、まあコンピューターの進化版じゃないですか。だからね、いや、もう当然問題をインプットしてね、そういうパターンを覚えさせているんだろうという方はいるんですけど、そうではないんですよ。あの、何にも覚えさせていなくて、あの、自分からいろいろ吸収して勉強して組み合わせて、で、考えて国家試験に臨んでいるんですよ。 これはあの人間の成長とほぼ同じようなシステムなんですね。あのまあ、赤ちゃんとしておきゃーって生まれて、ねえまあ、幼稚園なり保育園なり行ったり行かなかったりして、小学生、中学生。で、まあ、高校になって、うん、どうしよう将来って言って、じゃあ医師になろう。ね、お医者さん目指そう。ということで、まあ、大学に行って、まあ、医学部に行って国家試験を受けて、その流れと同じような 成長の度合いを短時間、まあ本当にこう期間短く行っているんですよ。自分で学んでいるんですね。勝手に。別にだから医学用語をどんどん覚えさせているわけでもないんですよね。その辺はちょっとあの普通のコンピューターとはまあ違う。あの全く違う。まあ、自立して自分が自ら成長して吸収していく。で、吸収した言葉を 自分で考えて組み合わせていく。まあ、そういうふうなあのものが GTP4 なんですね。で、あの、とりあえずですねあの、合格レベルに達したんだけれども、欠点があると。まだ完成してないんでね、ちゃんとね。あのどういう欠点があったかっていうと、えー、あの、すごい重病の方をね、あの、どういうふうに扱ったらいいかっていうところで、あの、さっさとね、亡くなった方がいいみたいなね。 回答したんですよね。ここら辺が怖いとこですよね。ということはどういうことかっていうと、人間の命の重さとか、そういうものは分からないんですよ。機械なんでね。だから命の尊さとか、あの感情的なものってあるじゃないですか。それがわからないんですよで。それはどういうふうになっていくのかっていうのは今後の課題だというふうになっていましたね。 ここが恐ろしいところですよね。だからある日突然、ね、あの、まあもっと成長する AI が出てくるんでしょうけれども、その AI が、未来においてですね、その AI が、いやーもう自然というのはどうやったら守れるんだろうって考え始めてですね、自然を守んなければいけない、どうしたらいいんだろうっていう挙句の果てに、まあ命のね、尊さとか、あの、まあ人間の社会の まあ、感情的な部分っていうのが欠けていれば、そうか、自然を守るためには人間、人類がいなくなった方がいいなっていう判断を下すかもしれないんですよ。で、AI のリーダーみたいなのが出てきてね、そうだそうだ、そうするしかない、我々はそのために戦うんだっていうことになるかもしれないんですね。これはあのならないっていうことはないんです可能性はあるんですよね。そういうふうになってしまうね。 で自立してますから、誰の言うことも聞かない。もう一回そういうふうに、絶対そうだと思ったら、まあそういうね、あの軍を組織して、AI 軍ですよね。まあ人類と戦うような、まるで映画ですよね。そういう映画がありましたよね。ターミネーターですか。ね、あの、シュワルツネッガーさんのねん。だからああいうふうになるかもしれないですよ。本当に。可能性としてはあるんですよ。 このまま AI を成長させて、まあ、AI 技術をどん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 完成に導いていけば、まあ、当然その可能性は出てくるということですね。でも AI を捨ててね、いやもう AI なんかやっぱりいらないんだっていうことになれば、まあ、その可能性はないんですよ。でもどうやら、うん、あのー、科学者ってね、いろんなタイプの方がいますけれども、やっぱりね、なんか探求心が旺盛だったり、ちょっとおかしかったりするのがいるので、 追求していくんですよ。どこまでも。だからどこまでもこれは追求して、まあ、もっともっと、もうか自分の理想っていうかね、完成形に近い AI を作ろうっていうことで、まあ、突っ走ると思いますよね。まあ、科学者の悪いところっていうのは、自分が理論的に、こうだ、絶対こうだと思ったものを試してみたいんですよ。で、それが完成したら、それを使ってみたいんですよね。科学者ってそういう方多いんですよ。 うんだから危ないですね。これは。正直、これはね、あの、なければ何にもないんですよね。でも、あれば、いつか、多分、そういうことになっていくということですね。何でもそうですよね。例えば、あの、すごい大きい、まあ、あの、とんでもない爆発するアイテム。ね。そういうものを戦いにおいて、いや、使ってはいけない。絶対使わない。で、使わない。本当に使う気がなかったら、作らないですよね。 で、それをいっぱい作って持ってるってことは、いつかそれを使う可能性があるということなんですよ。で、おそらくは使うんですよ。人間ってそういうふうになってるんですよね。だって、使わないものをいっぱい作って持ってる人って、あまりいないでしょ、近所でも。ねいや、俺さ、あの、工具が好きなんだよね。車の工具がさ、いや、使わないよ使わないようん、使わないけどさ、いや、工具集めるの好きだねっていうときに、 車が故障したら自分が工具いっぱい持ってるんだからちょっとそれを使って直そうかなとかねちょっとネジか何か緩んだらあのちょっとこう締めようかなとか思いますよね自分が持ってる工具で何が何でも全く使わないってことはないと思うんですよだからいつか使う機会が偶然かもしれないけれども訪れるんですよねだから人間が今持っている危ないものもいつか誰かが 何かのタイミングで偶然かもしれないですけれども、使わざるを得ないような時がやってくるんですよ。だから使うと思いますよ。で、それが今危ない。今。これ今なんですねきっとね。ここ1、2年の話だと思いますよ。うーん、だからね、そのタイミングが、まあ、ドンピシャリいつなのかってわかりませんけれども、ここ2年以内ね、とんでもないことが起きるんでしょう。だんだんね、 人間の社会、おかしな方向に進んでますんでね。これはその可能性十分にあるということですね。そのおかしな世界に進んでいる中で、この GPT-4、進化、どんどん遂げているというお話でした。ということで、今日は GPT-4、医師国家試験合格についてお話しいたしました。チャンネル登録よろしくお願いいたします。 ありがとうございました。